どうもこんにちは、たかひろです。ご無沙汰していまして申し訳ございません。今回の動画はこれです。ライカーの純正の ND フィルター、このフィルターのレビューをしたいなと思っています。購入の理由は可変型フードのデメリットである厚さですね。このアポズミ35の、フード、このレンズに可変の ND フィルターをつけるとフードがつかなくなるんで、ライカ製品が高くなるちょっと前に ND フィルター 39mm 一択なんですが、買いました。 ND16 なので4段ほど絞れると思いますし、その上でいいかなと思って、今回レビューを作りたいと思います。これで8000分の1秒 ISO64 です。開放で2500分の1秒 ISO64 です。16まで絞っても160分の1秒。ISO125 で160分の1秒です。当然絞りは F16。この後ISO ね、64縛りでちょっと撮影していこうと思います。これで ISO64 で500分の1秒、開放 F2 です。こんだけ晴れてると、ISO64 でも日向では90分の1秒ぐらいまでしかスローにはできないと思います。この明るさだと ISO64 で8000分の1秒、まあ当然開放ですけど、次に同じ ISO で16まで絞っても200分の1秒。これじゃあ人が流れる撮影はやっぱりできないですよね。ND つけても開放だと640分の1秒です。
ランジのミニ三脚をつけます。これだとね、絞り目いっぱい絞って1/12。これだと人は結構流れますよね。3/1秒ですね。1.6秒ですね。ちょっと触れちゃいました。手の振動がどうしてもね、伝わっちゃう。駅前からちょっと移動します。走ってる電車を取るなら1/30で、イソの方はオートにしてみます。今度は、色がですね、ND フィルターって可変だと結構色ムラが出るんで、綺麗なんですよ。さすがライカ。さて、今日の動画、いまいちレビューがちゃんとできませんでしたが、 ND フィルターの効果っていうのはやはり大きいですね。では今日の動画、これで終わりたいと思います。ご覧いただきありがとうございました。